ちは。こちらロイドフットウェア銀座店、スタッフの七井さん。ロイドフットウェアの靴というのはどういう靴なのか。基本的にイギリス伝統のグッドイヤー製法のお靴でございまして、お店としてもう20年以上堅牢な靴でありますので、履き心地が後々ついてくるような感じではありますが、履き始めとしてはちょっと硬いとか痛いとかっていうのがあるかもしれませんが、気に入っていただけたら本望でございますからね。最初のコンセプトは日本人の足型に合わせた木型を作って英国に持ってって作ってもらうっていうのがスタートですよね。それから木型は買ってないわけですよね。ということはじゃあ日本人の足型に合わせたメイドインイングランドという、そうですね。ただやっぱりなくなってしまったものもあるので、まあ、20年、30年前と全く同じわけではないんですけど、今ラインはだいたい何ラインぐらいあるんですか。ハイスペックマスターロイドというのがございまして、その下にこうちょっとカントリー調の J シリーズっていう、おお、そんなのあるんですか。はい、しばらくお休みしてたんですけど、まあご希望がちょっと増えてきたんで、ちょっと作ってみたんですけど、ね、昔こうよかった型を復活させてちょっと作ってみたので、そういう試みをして。これはあれですか、このラバーソールの場合、これ交換できるんですか。交換可能です。ああ、そうですか。はい、まあ、じゃあ、いいですね。はい、で、それで新たに始めた5万2000台。これ、まあ、最初は H シリーズと申しまして、こう、4万円台。昔からやってる、こう、M シリーズのハイスペック仕様と、はい、あと、M シリーズと価格帯が近いんですけど、また C シリーズっていうのが、これが割とデザインバリエーション配線が多くて、結構希望が結構多いな。初めてこう英国靴とか履かれる方がこの3万2000円の、これはあれですよね、これもグッドイヤーでダイナミックソール取り替えられるんですか。あ、超いいですね。そんなローファーもあるんですか。Lジャンシューズ。え、Lジャンシューズ何ですかそれ。これは割と、まあ、イギリスでもこう、まあ、圧着装備でこういった感じの靴もあったりするんですけど、割とイタリアなんかの影響もあると思うんですけど、去年ぐらいから結構いろんなところで作ってて、まあ、価格帯的には結構高かったと思うんですけど、メイドインなんですか。メイドイン。あ、本当だ。これ忘れちゃいけない、このロングスーツ忘れちゃいけない。これ大定番ですよね。こういうところ昔からありますよね。それとあとやっぱりこのフィッティングですね。ここはここにこう書いてある、私たちは合わない靴は売りません。ここはフィッティングうるさいんですよ。インソール側はこう下がる、その沈んでくる前まではちょっと重さとかも感じるじゃないですか。そうですね。だからあれが すごく綺麗に沈んだらすごい軽いですよね。だから緩い状態、こう中で足が折れるような状態でこう歩いてもやっぱりこう重さを感じることもあるし、靴がこう頑張りながら歩くみたいな、それも良くないですね。やっぱりだからその辺のフィットはでも大切ですね。メイドトゥオーダー始めたからやってくれっていう連絡いただいたのが86年か7年だかそんなもんだったんですけど、そこからだからもう30数年、40年近く経ってますけど、あそこで英国靴の良さが分からなかったら今もまだ履いてないかもしれない。イタリアの靴の、ね、バッキアの靴の方が履き心地がいいと思ってたかもしれませんね。ペコラ銀座さん、ペコラ銀座のスーツ実は持ってないんですけどね、ちょっと覗いてみましょう。こんにちは、ペコラ銀座の佐藤さん。ペコラ銀座は他のテーラーさんと比べて何が違って、どこがスペシャルなのか、それにちょっと
イタリアの方で、まあ、僕は、まあ、ペコラさんにミラノで教わってきたやり方を日本に帰ってきて27、8年になるんですけど、経験値であるとか、そういうのが、まあ、他にはあんまりないかなって思うところですかね。マリオ・ペコラさんの作りになられるスーツの特徴というのはどういうものですか？そうですね、柔らかい。そして見た目はかなり構築的、居心地が良くて、だけど見た目は綺麗っていうか、あとすごく細かいところの、まあ、手作業とかもすごく丁寧でこだわる。ナポリの柔らかさよりももう少し構築的に細かい縫製のところが、まあ、ペコラさんは特にすごくこう厳しかったので、日本人より細かい。イタリアのものって言っても英国的なフォルムに近い、はい、そうですね、というふうなことです ね、 そ、 うですね、それがもっとこうソフトにこうできてるっていう。そうです。五十嵐筑野先生に前に指示されたっていう話を伺いましたけど、はいはいね、はい、三島由紀夫さんの縦の階のユニフォーム、はい、あれすごいですよね。そうですね、まあ、デザインをしてそれで作ってったことで、まあ、僕も高校時代にどこで見習いをするか迷ってる時に、まあ、父にそんな話を聞いて、もうすぐそこ本好きだったんで、高校生の時はそれでまあ憧れてたから、もうそれを聞いた瞬間によくその写真を見てたんですよね。あれはかっこいいですよね。パリで、そうですよね、パリで当時コレクションを5回ぐらい持ってるんですよ。それって日本人初ですよね。初だと思います。コレクションはそうなんですよ。でも多分、まあ、今でいうお金で言えば多分1回何億かかかってたと。そうですね、ほぼさすがにね、自費だったと思います。あ、そうですか。大変でしたね。だから相当使っちゃったって言ってました。僕はそのフランスっぽい服が好きなので、はいはい、加藤さんのとこだったらそういうのが可能で、多分僕の趣味に近いものができるんじゃないかと思って、最近サーティーズ風のものを始められたって。そうなんです。前から実際の裁断する技術的な方法論って結局日本に帰ってきて父親から教わったんですよ。もちろんフランスのやり方も考えの中に入れたり、ベースの形っていうのはペコラさんとかね、ただ採寸をしたりとかそれを型紙に落とし込む技術っていうのは親父から教わったんですよ。で、まあ、いろいろ見てきた中で父のやり方を見てる方が自分にはしっくりする気がして、そのやり方っていうのが100年くらい前のアレキサンダー・ミッチェルさんっていうのがニューヨークでやったやつを元にして、その流れを教わってた学校をうちが父親が行ってて、そもそもの昔の原点の100年前の本っていうかコピーを譲ってもらった人があって、でこういうやつだったんですけどね、こういう古い本、モダンスタイルで、小笠原公爵が条文を書いて伯爵かってことですね。まあ、そういう感じで、それをもう一回見直して一からそのまんまで作ってみるっていうことをやってみようかなと。で、それはあれですか、そのシルエットがそのサーティーズなんですか。ちょうど今ここにある、ね、これがまだあとボタンをつければっていう感じなんですけども、このダブルでまず作ってみて、このサージの生地も父親が買ってあったやつで、まあ、これもね多分なんだろうな、60年前 の、 あのサージの生地が残ってたん で、 でこう例えば裏は全部あのスレー、まだベンベルクとかない時代じゃないですか。真珠とかもちょっとうちにある一番古いのとかを残ってるのを出してきて、袖とかもこんな太かったり、一番特徴なのは20年代まだ胸ダーツがあんまなかったんですよね。で30年ぐらいから胸ダーツとかできてきて、背中の肩線とかがものすごく後ろだったり、うちも結構後ろなんですけども、さらに背中にあって、まあ、前から見ても全然縫い目は見えないと、いろいろ試してみるのもいいかなと。なるほど、面白いですね、はい、それはあれですか、あのダブルの6つボタンが平行なんですか。そうなんですね、結構まあそういう教科書に載ってるのがそういう感じだった。それで上段替えになるんですよね。そうですね、そうですよね、はい、そう、段替えの一つ掛けになるんですか、後半。まあ、ここ2つでもいいですね。まあ、今ここは結局ボタンホールしないにしようかなと思ってて。あ、なるほど、はいはいはい、これを今調べていくのにある人もなって、その当時の日本のテーラーたちがどういう風だったとかどういう感じでっていうのが少しずつ見えてきて、外国に追いつきてっていう感じで洋服の文化も勉強してきてたっていうのがすごく伝わるんですよ。
最高です。それもうそれが一番しびれるっていうか、なるほどなるほど、まあ、形がどうのとかっていうよりも、それもすごい細かく書いてあって、なるほど、日本ってその文化の後第二次世界大戦で一回終わっちゃうってる気がするんですよ、はいはいはい、そこからまた戦後、まあ、うちの父なんかの世代が一生懸命作ってきたんだけども、やっぱりその一回そこで戦争で一回途切れちゃってる気がしてて、そこからまたこううちの父の世代から、まあ、僕なんかは海外に出てって、また僕らの下の若い人たちもイタリアに行くとかイギリス行くフランス行くっていう人たちが今の40代代からまた増えてきて、それでまた変わってきてると思うんですけども、その何百倍も何千倍も やってる人が多かった時代じゃないですか、はいはい、だからその分だけ熱量が違うっていう、なるほどね、はい、あこれ楽しみですね。